ありがとうございます。今日はですね、素晴らしいものが北海道からまた届きまして、ちょっとこのご紹介をもうさせていただかないと申し訳なくて、発表させてもらいたいと思います。実は私のもう本当に存じ上げている方々が本当にこう人を健康にしたい、あるいは第一次産業のこう口に入れるものを作っておられる方々、農家の方々と消費する方々をもっとこう深く結びつけて、本当に美味しいものを提供していきたいということで、もう今までとはちょっと全く違う概念で農業をなさっておられる、その農家の方々をネットワーク化して、結ぶ、まあ最近はあるようなサービスなんですけども、これ全く農法が違う進化という、お野菜なんですね。北海道からもう毎月みずみずしいお野菜を、もう開けるのが本当に楽しみなお野菜を作ってくださっているので、ちょっとですねご紹介した、どんなものなのか、まずこんなものなんですね。進化ボックス。この進化のお野菜っていうのはもう本当にこう開けただけで何これって思うぐらい、もうお野菜が立ってるような感じなんです。でそこにはこう今月の11月のお野菜通信っていうのが例えばありまして、かぼちゃがあったり、北海道の、キャベツ、玉ねぎが入っていたり、で、人参も、じゃがいもも、赤大根、お米もですね、これもすごいんですよ。まあ、キャベツはもう、この季節、ちょっとね、僕、あれなんです。これ、少し実はもう、いただいてしまいまして、一回ね、外に出してたのを、中に入れ直したなんて申し訳ございません。でこのね、ちょっと見てください、この人参、いろんな人参、本当にこれね、こういう風に食べたらどうですかっていうのもちょっとありまして、レシピもいつもね載っていて、この前びっくりしたのは赤いトウモロコシを初めていただきまして、で赤いトウモロコシをシナモンのパウダーをかけて、蜂蜜をちょっとかけて召し上がっていただくと美味しいですって言われてやってみたんですが、もう感動しました。でね、立ってるジャガイモ、これももう尋常じゃないぐらい、なんていうのかな、まあ、みんなそうだと思うんですけども、丁寧に磨かれてるというか、もう全然まあ、とにかくね、糖度が違うんですよ。中のこう甘さというか、本当農法も進化は全然違うんですけども、甘さとかも全くこう今まで食べたことのないようなお野菜の感じです。玉ねぎももうツヤツヤで、なんかでもね、これ本当にインターネットを見ていただくと農法が紹介されているので見ていただきたいんですけど、本当にこう例えば、科学的に証明されているようなお話をずっと出ているんですね。科学的っていうのは結局何が虫たちが嫌いで何が好きなのかっていうのは、これもですね、お米、これは精米されてますけども、今回明神寺でも玄米をいただきまして、4キロかな、40キロかな、それは購入しました。このとは別に、いや実はもうコロナ禍がひどくてお米が余っちゃってるんですね。その余ってるお米っていうのを結局本当にもう大変なことになるので、農家の方々がすごく大変なので玄米のまんま買わせていただきました。いやーもう本当にね、この進化ってこういう字を書くんですけれども、進化、ね、進化すごいでしょう。もう本当にトマトでも全然違うんです。
ようこそまだ見ぬ野菜の世界へ。今日お届けしたのは進化の、契約農家が腕によりをかけて栽培したお野菜たちでね、北海道の、直送の精鋭野菜たちですと、いうようなことが書いてあります。もうね本当にすごいから皆さんに、ご紹介をさせていただきました。まあ何かの機会に皆さんも本当にトライしていただきたいと思います。いかがでしょうか。本当にありがとうございます。明神寺本当にね感謝して頂戴をしております。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。進化ありがとうございます。